さあハーフタイムまもなく解ける形になりまして、後半戦から試合再開という形になります。先ほど第2クォーター途中で愛媛オールスターズにありました愛媛大学クォーターバック17番田中が負傷しまして、ここで一旦愛媛大学は試合続行不能ということで、棄権申し出ありましたが、ここで岡山スタンディングベアーズ協議のもと試合継続という形に変わりました。ただし、ここから若干試合の、運用が変わります。クォーターの時間が変わりまして、第3、第4クォーター後半は1クォーター8分で行います。時間は正式表示の形になります。また、クォーターバックに関してですが、これは双方ともなのですけれども、クォーターバックに対してはタックルではなくタッチ、つまり触れた段階で倒されたという判定に変わります。これもクォーターバックを保護する形でルール、ローカルルール適用という形に変わります。以上、ご了承をよろしくお願い申し上げます。試合形式としては若干状況変わってまいりましたが、逆に言いますと愛媛大学の各面々にできる限り試合実践経験を体験させてあげたいという計らいかというふうにさせていただければ幸いに思います。また状況に応じまして、岡山スタンディングベアーズ側の選手が愛媛スタンディングベアーズ側の方に、ヘルプとして入ることもご了承ください。さあ、この形によりまして試合続行となりました。これより後半戦再開となります。後半戦は岡山スタンディングベアーズのキックオフで試合する形になります。キックオフいたしますのは岡山スタンディングベアーズ15番の藤川が務めます。キービ国際大学出身のプレーヤーです。現在休部中にありますキービ国際ですが、しかし、関西学生で奮闘しておりました面々が今ここでも活躍しております。さあ、愛媛オールスターズリターンに入ります。ナイスリターン。リターナー6番、右サイドラインには駆け上がるように切れ込みまして、自陣40ヤード付近を確保しております。愛媛大学ここで息を吹き返すかのようにここで奮闘を見せました。失礼しました、リターナーは8番の中原だったようです。失礼いたしました。中原、倉吉東高校出身のプレイヤーです。さあ、愛媛オールスターズの攻撃にで、後半戦はスタートいたします。愛媛オールスターズ自陣41ヤードからファーストダウン10。これはナイスだ。何幕23番ハンドオフを託されまして中央突破、相手ディフェンス群がる中吸い抜けるように中央を切り込みまして約8ヤードゲインと変えています。ここで負傷者発生のため一旦レフリーフタイムアウトが取られています。見事なランをしましたのは愛媛、オールスターズ愛媛大学23番の原田です。廿日市高校出身のプレイヤーです。
レフェリータイムアウトを解けまして、まもなく試合再開となります。愛媛オースターズセカンドダウンスリー、ナイスラン、ファーストラン。ここで愛媛オースターズランニング枠40番にハンドオフ。40番中央切り抜けてから左オープンに展開し、見事な走路を取りまして攻撃権更新です。愛媛オースターズファーストラン。見事鮮やかなランプレーを見せましたのはランニング枠40番の池内でした。愛媛オレンジ面の宮崎大学出身のプレイヤーです。後半戦に入りまして、ここでクォーターバックには川村ジェッツからの参戦であります田村が入っております。佛教大学出身のプレイヤーです。愛媛オースターズファーストダウン10。インターセプト、ターンオーバー。ここでクォーターバック87番が投じましたパス、これは岡山スタンディングベアーズが取りましてインターセプト、攻守交代となりましてターンオーバー、攻撃権岡山スタンディングベアーズに変わります。経験豊富な田村ですが、しかしさすがに急遽ですのでコンビネーションがうまく合いませんでした。残念ながらこのパス失敗により攻撃権変わって岡山スタンディングベアーズに変わります。岡山スタンディングベアーズファーストダウン10。さあランプレーから入ります。しかし岡山もここで浮き足だったかボールをジャックルしました。なんとかこれをランニングバック3番カバーし中央突破図らんというところですが、このランプレーノーゲインとなりましてセカンドダウンに変わります。岡山スタンディングベアーズセカンドダウン10、ボールオンは自陣40ヤード。パス成功。クォーターバック7番、ワイドレシーバー8番にパス、約4ヤードのゲインとしています。クォーターバック7番は井上、大阪公立大学出身、取りました8番は林田、大阪体育大学出身です。岡山スタンディングベアーズサードダウン6。さあまだ行きます。ナイスゲーム、ファーストクォーターバック7番、今度は左奥に展開しておりましたワイドレシーバー16番にパス、16番これをキャッチし相手タックルを弾き飛ばしながら攻撃権更新です。岡山スタンディングベアーズファースター。見事なパスキャッチを決めましたのはワイドレシーバー16番の渡辺でした。岡山大学出身のプレイヤーです。さあ相手陣23ヤードに入りましての岡山スタンディングベアーズファーストダウン10。キュリーサーク。ここでクォーターバック7番さらにパスを重ねるとしましたが、ここで愛媛オールスターズ55番がキュリーサーク、パスを投じる番に仕留めました。先ほどもご紹介しました通り、ここからはクォーターバックはタッチでプレー終了という形になります。しかし見事タックルにふさわしい素晴らしい QB サックを決めました。その QB サックをしましたのは愛媛大学55番の小倉でした。総社高校出身のプレイヤーです。失礼しました、総社高校の出身のプレイヤーです。QB サック、ここで再び QB サック決まりました。クォーターバック7番右ロールアウトからパスを投じんと構えましたが、その一瞬の隙をつきまして愛媛大学77番がタッチしまして QB サック、さらにロスを奪っております。 QB サック決めましたのは愛媛大学77番の大塚です。出雲高校出身。
さあ大きく下がりまして、岡山スタンディングベアーズサーダウンロン、ボールオンは相手陣40ヤード。パス不成功。この状況パスによって突破を図りました岡山スタンディングベアーズ。しかしさすがにこれは愛媛パスカバーよく不成功となっています。岡山フォースダウンに変わります。岡山スタンディングベアーズフォースダウンロング、パンクフォーメーションを選択します。パンターは55番の戸田が務めます。岡山大学出身のプレイヤーです。ここでトラブル発生。パントのスナップをパンター55番攻撃しました。なんとか三河橋蹴り出さんというところでしたが、ここに愛媛オールスターズ殺到しまして大きく押し返す形で攻守交代、テイクオーバーとなっています。パントはそのキックにより陣地を挽回できる、大きなプレーではありますが、しかしミスが生じますと大きな交代を強いられます。今回はそれが顕著に出てしまったワンプレーとなりました。さあこれによって愛媛オールスターズかなり優位な位置から攻撃に入ります。愛媛オールスターズ相手陣33ヤードからファーストダウンテン。さあまずランプレーを投入します。ラニバック40番にハンドオフし中央突破図らんというところですが、これは岡山ディフェンス対応しましてノーゲイン、セカンダウンに変えます。さあ有利な位置から攻撃を展開できている、愛媛オールスターズ、なんとかこのチャンスは生かしたい。ボールオン相手陣34ヤードからセカンドダウン11で試合続行です。パス不成功。ポールクォーターバック87番中央切れ込んだ86番にパスを投じましたが、これは岡山パスカットしパス不成功に変えています。さあなんとかこの状況を打開し攻撃権継続を図りたい愛媛オールスターズ。相手陣34ヤードからサーダウン11。パス不成功。クォーターバック87番奥に走り込んだレシーバーにパスを投じましたが、しかしこれは岡山パスカバー厚く不成功となっています。愛媛フォースダウンに変わります。愛媛オールスターズフォースダウン11、パンプフォーメーションを取ります。このパントは岡山陣20ヤード付近で外へ出まして攻守交代となります。攻撃権は変わりまして岡山スタンディングベアーズに変わります。さあ厳しい状況はなんとかしのぎまして攻撃を取り返す形になった岡山スタンディングベアーズ、自陣20ヤードからの攻撃に入ります。岡山スタンディングベアーズファーストダウンテン。
愛媛ナイスディフェンス。ここで岡山はまずランプレーから入りまして、ランニング枠15番に託しましたが、ここでディフェンス陣殺到、最終的に愛媛1番がタックルし、このラン2ヤードロスに変えています。見事ロスタックル決めましたのは愛媛オールスターズ愛媛大学1番の川上、岡山城東高校出身の選手です。岡山スタンディングベアーズセカンドアンド12、さあ岡山再びランプレーを投入しました。今度はキャリア2番に託しまして中央突破、2番スピンターン決めながら約3ヤードのゲインに変えています。失礼しました、5ヤードほどゲインとしています。岡山スタンディングベアーズサーダウン7、ボールオン自陣24ヤード、ナイスラン、ファースター。ランニングバック2番トスを受けまして右オープンスイーププレー、味方ブロッカーを生かして相手陣を吐き飛ばすように右オープン展開し攻撃権更新です。岡山スタンディングベアーズファースター、見事攻撃権更新果たしましたのはランニングバック2番の諸本でした。日本体育大学出身。ここで第3クォーター終了です。第3クォーターを終わりまして岡山スタンディングベアーズ16点、愛媛オールスターズ3点、攻守方向入れ替え、最終クォーター第4クォーターに移ります。